どうも、ワニです。そしてこちらはうちで飼育している鶏ポーリッシュのガラちゃんなんですけども、この子はね、うちで卵から孵化させたわけじゃなくて、ちょっと育ったひなぐらいの時からうちで育ててるんですけども、もう俺の後をついてね、歩いてくるような可愛い子だったんですけども、最近ちょっとついに反抗期が来てしまいました。そう、このね、足のここ、この爪、これ毛爪って言うんですけども、鶏がね、成長してくるとここに爪が生えてくるんですよ。毛爪、リクガメのね、毛爪もこの毛爪が由来なんですけども、この爪が生えてくる頃になると、鶏のオスってね、発情期になって、発情期になるとすごい荒くなって、他の生き物、まあオス同士の喧嘩に主に使うんですけども、人間とかにも蹴って攻撃をしてくるようになっちゃうんですよね。ちょうど最近ね、ガラちゃんもこの毛爪が生えてきまして、ケージに手を入れたりするとこれで蹴ってくるようになっちゃいました。人間でいうとこの思春期的なね、発情期になってしまったんですね。こうやってね、持っちゃったり体の上に乗せちゃうとすごいおとなしくなるんですけども、多分自分の縄張りを犯そうとするもの、ケージというね、縄張りの中に手を入れたりするとすごい蹴ってくるようになっちゃいました。でこの発情期ってもうずっとこのまま終わんなくて、ずっと荒いままになっちゃうらしいです。でこっちのアヤムセマニちゃんは体こそもうガラちゃんより大きいんですけども、まだ毛爪は生えてないです。ここにちょっとこれから毛爪が生えるかなみたいな生えかけの突起はあるんですけども、まだなんか爪っていうほど生えてきてはないですね。だからまだこの子は小学生ぐらいかな、思春期には入ってないですね。だからケージの中に手を入れても蹴ったりしてくるってことは今んとこないんですけども、この子もね、毛爪が生えてきて攻撃してくるようになったら、だいぶ体も大きいんで、ガラちゃんでさえ結構痛かったのに、この子に蹴られたら痛いでしょうね。あんまり荒くならないでほしいんですけどね。今はこんなに慣れてておとなしいけど、一体思春期になったらどうなるのか。ただこの子がね、俺にはやってこないんですよ。男にはやってこないんですけど、女性スタッフにだけちょっと攻撃してくるんですよね。おお、やばい、あーやばいやばいやばい、いいよ、ごめん、ありがとうね。で、今そこでくちばしとキックをしようとしたけど、俺が手を出すとなんかもう隅っこの方に行っちゃって何にもしてこない。俺だったら別にやられてもいいんだけどな。なんなんだろうな、弱いものにしか生きがれないみたいな感じなのかもしれないですね。え、タイガさんもやられるんですか？やられる。ちょっとやってみてください。俺は全くやられないんですけどね。やってくるのかな。え、すごい。ほら、もう違いますよね。え、じゃあちょっと俺え、なんでだ。まあ、あっち逃げるのよ、むしろ。ほら、ガラちゃん、なんだろう、もう初手で一回やられたからかな。いや、やってないよタイガーさんが。ああ、そうなんですよ。で、お、戻した。お、俺に来るかガラちゃん、俺には勝てないって分かってんのかな。そうしてくれればね、こうすればおとなしいですけどねもう一人のスタッフもやられるらしい。ちょっとやってみていいです。やば、激しい。いいよいいよ、大丈夫大丈夫、逃げていいよ大丈夫、手どうなってる。え、まあもうちょいしたら、ちょっとねえ、赤くなってるやんちょっと爪の跡とかがついてるよ、ほらえぐー。え、俺どうなんだろう。ちょっと今でも機嫌悪いってことだよね。多分そう。ちょっとこれ持ってる。ほら、ガラちゃん、ほら、ガラちゃん、ガラちゃん、ほら、なんで俺が親だもんな。でも、トサカがすごい、髪の毛がジブリみたいに逆なってる、ブチ切れてる感じの。ほら、そこにタイガーさんいるぞ。あ、やばいやばい、ちょっと待って、俺も一回傷だらけになってるから。おー、痛い痛い痛い。
わあすごい。あ、ガラちゃんもうちょっと反抗期だ反抗期。俺にもやるようになってた。あら痛い痛い痛いよ。これ上下関係を教えた方がいいかな。うん。ガラちゃん。そんな攻撃俺には効かないよ。もう無駄だよ。ほら。そんなことやめなさい。そんなことやっても意味ないから。すごいなんか。え、毛が逆立ってすごい、なんかライオンみたいになってる。かっこいいな、ガラちゃん。逃げちゃった。俺に攻撃効かないって分かったのか。もう逃げるしかないって。という感じで今回はね、ガラちゃんが発情期に入ってしまってちょっと凶暴になってしまいましたという動画でございました。まあ、発情入ったってことはね、これから繁殖もできちゃうということなんで、まあ、嬉しくもありますね。今後が楽しみです。